まあ、AC でリアルなセブンの世界観っていうのは一度構築はしたんで、まあ、なんとなく AC は指針にはなるんですが、やはり AC からもう10年近く経ってるので、皆さんの記憶では AC すごいリアルだったっていうふうに思ってるかもしれないですけど、当然オリジナルセブンからはリアルにはなってるんですけど、今のこう流れからするとそこまでリアルではない。なので、まあ今の流れに合ったリアルさ、ただ本当にまんま人間のように作ってしまうと、おそらくセブンっぽさっていうのはなくなってしまうので、そのギリギリ、まあ AC の頃もギリギリでやったんですが、まあそれが10年ぐらい経って今の技術のギリギリのところの落としどころっていうのが今回のリメイク版のモデルかなと思います。自分の担当するところはまさしく皆さんが操作するプレイヤーキャラのクラウド、ティファ、エアリス、バレット、あとは、バトルで戦うエネミー、召喚獣などの 3D モデルを制作を担当しています。私が担当する箇所はですね、プレイヤーがコントロールする際のキャラクターのアニメーションですね。一番初めに見る資料がまず原作のイラストになります。原作のイラストの中でもメインキャラクターをデザインしたのがディレクターの野村なんですけども、当時野村がどのようなクラウドたちを表現したかったのか、特徴的なデザインはどこなのかっていうのを、まずは確認します。あと必ず確認するのが実際の人物の資料となります。イラストと人物の資料で役割分担があるんですけども、イラストからはデザイン性とかキャラクターの特徴、実際の人物の資料からは骨格や筋肉のつき方などを参考にします。で、参考にするときに必ずキャラクターに合った体型の方を選ぶんですけども、なぜかというとクラウドとか、まあ、バスターソードをこうすごい振り回すんですけど、その振り回すイメージのまま筋肉をつけてしまうとすごい膨れ上がった筋肉になってしまいます。そうするとクラウドのイメージと大きくかけ離れてしまうので、引き締まっていてしなやかな、まあ、クラウドのイメージにバッチリ合ったバレエダンサーの資料なんかを多く見てます。他にもやっぱりFF のメインキャラといえば髪型だと思うんですよ。で、非常にユニークな髪型をしているので、こちらにもすごい力を入れていて、クラウドのツンツン頭とかも、まあ、単純に毛を生やしただけだとツンツン頭ができないんですけど、まあコーン状にしたりとか、その至るところに工夫を入れることによって365度どっから見てもクラウドの髪型っていうのを分かるようにしてあります。キャラクターにアニメーションをつける上で、まず例えばなんですけど、クラウドとバレットを並べて、例えばお腹がかゆいなって思った時にクラウドはお腹をかくか、バレットはお腹をかくかっていうのを考えるんですね。まあ、そうすると、まあ、クラウドはかかないけどバレットはかくよねっていう、そういうのの積み重ねがキャラクター性になっていくんじゃないかなと思っています。で、例えばバレットだったら、右腕についている武器の接合部分がきっと痒くなったり痛くなったりするんじゃないかなっていうのを踏まえて、アイドリングとかで基本姿勢ですね、ずっと立っている状態、プレイヤーが操作せずに立っている状態の時に放置、バレットをこう動かさずにずっと見ていたら何をするんだろうってなった時に、きっとバレットは武器と腕の接合部分を気にして描いたりさすったりするんじゃないかっていうんで、そういう動きを入れています。クラウドは例えば背中に担いでる剣がかなり重いので、あれをずっと担いでるときっと剣が気になって、なんか剣の位置をこうずらしたり変えたりしてっていう人間らしい動きっていうのも取り入れています。僕はなんか、まあ、カットシーンとして話をするんですけど、
まずはまあ原作を大切にするっていうのはまあ皆さん気をつけてると思うんですけど、まあその前作の場合はそのなんか等身の低いちょっとアニメ調な表現が多くて、でそれがまあ今回新しくデザインされたことによって、そのリアリティが増しているので、その今作のデザインに合わせた、その何表現っていう、あとはその役者の演出っていうところに、注力してやってます。僕はアニメーションのプログラマーで、アニメーションを作る人、アニメーターが作ったアニメをあのゲーム中で、再生するときの技術的解決とか、カットシーンでフェイシャルアニメーションを作るのが、まあ、メインの役割なんですけど、フェイシャルアニメーションを作るのは最後の工程で、それまでにキャラクターをの顔をどうやって動かすかとか、表情をどういうふうに作るかとか、どういう技術を使ってフェイシャルアニメーションを作るかっていうのを考えるのが、僕たちの役割でした。今回モーションキャプチャーを撮るときにフェイシャルキャプチャーも同時に撮影しています。で過去に、ファイナルファンタジー7アドベントチルドレンという作品を作ったときに、その時はフェイシャルキャプチャーを使わずにアニメーターがゼロから作成していました。今回はフェイシャルキャプチャーを撮って、アニメーターがそこから手を加えて、そこにアクターの自然な表情を追加することで、アドベントチルドレンの時の雰囲気を残しつつ、さらに、自然に動くように作成しています。でそれとプラス、簡易的なカットシーンでは、音声から自動のリップシンクと、自動の感情エモーションを、得ることで、今まではそんなにリアルじゃなかったところも、よりいい表情が出るようになっています。まあ、それを使うことで、言語が切り替わった時にそれに対応した口の動きを、しっかり出すことができるので、あと先ほどもあった、感情の解析の部分ですね。でそれで表情が変わったり、あとは音声からだとその人が何かを発し声を発する時とかって、まあ、眉が動いたりとか、あと、まあ、その反動で体が動いたりとか、まあ、AI っていうとちょっと、まあ定義が広くなってしまったりするんですけど、まあ、今回 の、 あの簡易的なカットシーンだと、まずは、その会話の中で誰がどこに存在するかとか、どういう環境下で、会話をしているかとか、そういったものによって、カメラのカットが変わったり、そのどこから映すか、誰を映すか、誰が会話するときに、誰を気にして会話してるかとか、まあ、そういったデータから、動きを作っていって、基本の感情は、怒り、嫌悪、恐怖、喜び、悲しみ、驚きの6つがあって、その6つの感情を各キャラクターに合わせて、最初に資料として作ることで、その資料をもとにアニメーションを作成していきました。でそれと自動の方で使ってたんですけど、感情変換モデルという、モデルがあって、それは、横軸が、幸福と不快で、縦軸が、驚きと、疲れというふうな表現の方法を全てのキャラクターでセットアップしていて、そのセットアップを、先ほど、まあ、説明したような、音声から、感情を取ることで、動的にその表を動かすことで、音声が鳴っているときに動的に感情が変化するような仕組みになってます。新しいファイナルファンタジーっていうのを、皆さんに知ってもらうために、冒頭はわざとそのかっこいい、そのクラウドでバレットっていうのを見せるようなシーンにしてあります。で最後のそのクラウドのジャンプして、着地するシーンがあるんですけど、
そこはあの体操選手をちょっとアクターを呼んで、撮影しています。で今作で一番こうその思いが強くなったのがカエルです。一発目がこう舌をやっと伸ばすんです。これが15メートル伸びる舌が。それで敵をこう引きつけて 2回目の攻撃がパンチなんですね。ジャンプパンチでそのままキックするんで、もうとにかく生き生きと動いてる。もうとにかく暴れてる。カエルの普通のこのこんだけのカエルではなくって、もう見たことのないような生き生きとしたカエルになってると思います。原作の世界が現実にあったらというのがテーマでしたので、当時は想像に任せていた細部や画面外の部分に対して説得性のあるディテールを考察して作り込みました。ミッドガルは閉じられた街ですが、そこに生きている人々や駆け抜ける主人公たちのドラマを一緒に体験していただくことで、ミッドガルが本当に存在しているように感じていただけるように一生懸命作りました。今回のリメイクで一番楽しかった点っていう部分なんですけども、まあ、楽しかったというか、楽しい一方苦しかった部分でもあるんですけども、もちろん原作当時23年前の原作当時だったら、許された表現、まあ、FF7 はその当時はリアルな 3D グラフィックスでありつつも、今見るとデフォルメされた、ある程度デフォルメされた、世界だったので、まあ、今の時代のよりこうリアリティになる世界観に置き換えるときに、当時のモンスターのデザインやストーリーや設定演出などがこうそのまま現代に通用するかどうかっていうのは非常にこう苦しんだ部分ですね。例えば何だろうな、魚の形をしたモンスターがなんでビルの中に出てくるんだとか、それは当時のこう、デフォルメされた世界だったら比較的こうなんですかね、違和感なかったものがよりこうリアルな、ビルのグラフィックスになってくると、なんでそんなロボットだったらまあ違和感ないんですが、それ生物的な兵器が突然ビルの中に出てくるのかとか、もしくは非常にこうなんだろうな、100メートルもある高いところから人が落下してきたんだけど生きてるとかみたいな、誇張した演出や表現とかが当時はあったのを、今作にそのまま置き換えてみたら結構違和感あるよねっていうのがたくさんあったので、まあ、それを今の現代のリアル表現にこうなじませる作業っていうのが非常にたくさんあって、かつそれはユーザーが原作に抱いていたイメージを壊すことなくうまくこう現代に移植するっていう作業を非常に開発チームが気をつけてやっていたので、まあその辺がこう苦しみながらも非常にこう楽しんでやれたところなのかなと思っています。ライティングがセブンリメイクの世界をどのように見せるかの最終的な役割を持っていると思っています。そうですね、重要視している点は、今回ライティングのテーマで、レトロと、モダンのミックスっていうのがありまして、当時を知っているプレイヤーには、懐かしいと思っていただいて、新しくプレイしていただく方には新しいと思ってもらえるような、そういうバランス感を苦労しました。そうですね、一番難しかったのは、スラム街とか市街地とか街ロケと言われているところをですね、気に入っているのは、E3 で使われていた、クラウドとセフィロスが対峙する、炎に包まれたシーンで、そこの緊張感とか、あと場の雰囲気がうまく伝えられたんじゃないかなと思ってます。まあ、楽しんで、できることに関してはまあ、エフェクト自体をかっこよく作るということに、まあ、楽しみはもちろんあるんですけども、例えばクラウドのリミット技で強蹴り、まあ、クロススラッシュという技があってありまして、で、まあ、それはこうクラウドが動きがあって表情があって、そのタイミングがこうに対してそのエフェクトがこうきちっとこうはまったタイミングがこうテンポよく表現できた時がやっぱりこう楽しいというかやりがいというかというのを感じます。まあ、今作の召喚獣で難しかったところは、原作のファイナルファンタジー7と比べて
表現力は上がってるんですけども、まあ上がった分そのまあ非常にそのクオリティのラインが高くなって、まあそこに行き着くのがまず難しい。で例えば昔のまあイフリートは燃える、地面が燃えるとなった場合に、まあオリジナルはその炎のテクスチャーをまあ配置するだけで OK 良かったんですけど、まあ今回その炎を配置しただけではやっぱりそのリアリティな炎が表現ができない、明るさとか重なりとか、まあ同じのを配置するとどうしてもこう絵としてパターンになるので、自然な感じにその表現をするというところだけでも変わります。確かに昔に比べてそのエフェクトパーティクルに関しては多くたくさん自由なこう表現ができるようにはなってるんですけども、やっぱそれにこう偏りすぎるとやっぱ絵があの落ち着かないというか、やっぱ完成度を求めるのが非常に難しくなる。自由にできる分そのクオリティの到達点がさらに上がって、そこに行き着くのがやっぱり難しいというところで。それはあの昔の23年前の原作プレイした人たちが、当時味わったそのセブンのこう、オリジナルのストーリーを、体験した時に味わったこう衝撃っていう部分を、現代のユーザーに現代のグラフィックスのクラウドで同じような衝撃を味わってもらいたいなというのは思っています。そのリアルにかつ表現力が高まったキャラクターたちに非常に感情移入してもらって、そのクラウドたちの気持ちになってあのミトガの世界もしくはその、シンラとのこう対決のこうストーリーっていうのを体験していただけたらなとは思っています。